今日は皆さんに技を一つお届けします。それがこれ。ちなみにマウストラップを行う上でゼロポジションはどこにでもあります。ゼロポジションというのは技を行う上での初期位置です。つまりいろいろな方法から、この技を発動することができます。僕が試合中によくやるやり方はこうです。いくつか例題を出してみましょう。エラシコからマウス、ロールエラシコチョップからマウス、他にはちょっとストリートっぽくなっちゃいますけどマウス、マウスといった具合にやります。今日は最もオーソドックスなやり方を紹介したいと思います。まず最初に左足でボールを後ろに引いてきますが、この時に左足の外側をボールを転がすようにしましょう。いいですか、外側です。この時にボールのやや内側を足の裏で捉えることでまっすぐ引くと自然とボールが足の外を転がっていきます。これが逆に外寄りに捉えてしまうと引いた時にボールが股に通ってしまいます。次に足の外側を転がしてきたボールを右足で一度またぎます。この時に相手はミスったと思ってボールに食いついてきます。食いつかせたところでもう一度足を差し出してキャッチで反対側に抜いていきます。